高齢者軽縮訪問が二十五日行われ、野瀬町長が今年度百歳を迎える町内のお年寄りたちを訪ね、長寿を祝いました。この日、若狭高浜病院付属介護老人保健施設を訪れた野瀬町長は、今年度百歳を迎える服部清子さんと 浜本花子さんにそれぞれ安倍総理大臣からの祝い状と銀杯を手渡しました。内閣総理大臣安倍晋三大喜でございます。おめでとうございます。浜本さんの家族は浜本さんが若い頃に農作業を進んで行って体を動かしていたことや。 施設での食事をしっかりと食べていることが健康の秘訣ではないかと話ししていました続いて高浜町で最高齢102歳の広瀬秀子さんと101歳の富永達子さんに長寿をたたえる祝い状が贈られました。はい <laughs> なお、この日、野瀬町長は100歳以上のお年寄り合わせて9人を訪ね長寿を祝いました。